ウプランドとは14世紀後半から15世紀半ばまでの欧州で男女を問わず用いられた緩やかな街灯の一種。はじめはくるぶし竹だったが、後に桃竹程度の長さのものが一般的になった。登場した当初は男子の室内にであったが、後に屋外でも着られるようになり、女子も身につけるようになった。ウプランドを着た女性、ウプランドを着た 男性14世紀半ば頃、イタリアから西欧にもたらされたコタルディというシりたけのぴったりとした男子服が流行する。当時の西欧では、現代のような下半身の全体を覆う、一つながりのズボンはまだ存在せず、ホーズといって左右別々に履く長靴かのような、足頃もと、ブルフという短い前の開いた桃引きのようなものを身につけていた。そのため、 短い衣服を着ていると、前にかがんだり椅子にかけた表紙に陰部が露出する、危険があった。1359年頃、ウプランドは男子の室内着として登場する。登場した初めの頃は、くるぶし丈でやや詰まった襟とすぼまった袖を持つ、緩やかな街套であった。当時流行の最先端であった、シャルル6世の宮廷で、ウプランドは人気を博し、 様々な工夫が凝らされるようになった。竹も床に引きずるものから、もも竹までがあり、袖はすぼまったものから床に引きずるほどのロート型のものまでが現れた。形は様々だが、すべては5のあたりまで覆うほど高い襟がついていた。ダッキングといって、袖口や裾を飾り切りにするのが流行した。貴婦人たちも王を真似て、ウプランドを身につけた。こちらも、 男性のものと同様に高い襟がついており、大抵が、ロート型の袖であった。流行の発信地が、フランス宮廷からブルゴーニュへと移った15世紀、シャルル6世にとって上位にあたるブルゴーニュのフィリップ、全両校の宮廷でもウプランドは好まれた。豪華な、絹織物を、おしげもなく、持ち、前、身頃を開いて、下に着たい服の美しい刺繍を覗かせたり、 折り返し襟をつけるなどより洗練された着こなしが行われている。幅広い袖とダッキングの人気は下火となった。フィリップ全領校は父であるジャンムコワ校の死後、ほとんどの肖像を黒いウプランドを身につけた姿で描かせており、ブルゴーニュでは宮廷の清掃に黒ビロードが用いられた。西欧で黒がフォーマルウェアに用いられた最初の例である。 バロック時代の特徴的な装飾法として流行したのはダッキングという切り込み装飾である。袖口と裾に挟みで波型、城壁型、ホタテ型などに切れ込みを入れるものでシャルル6世の頃大流行した。ウプランドに施すのが普通だが流行の最盛期には女性の被り物や騎士のジンバ織リにも用いられた。刺繍も大変人気があった。 1392年にアミアン会議で、ブルゴーニュのフィリップ・ゴータンコとランカスターのジョン・オブ・ゴーントが臨席した際、ブルゴーニュコは胸にルビーとサファイアを飾った口輪をはめた熊の刺繍、ランカスターコは左袖にルビーとサファイアと真珠を組み合わせた22本のバラの刺繍を施していた。フランスの王室会計録には、 シャルル六世の紋章であるエニシダの枝と孔雀の刺繍への支払いの記録が残っている。この詩集についての詳細は不明だが、おそらく宝石と金銀糸で装飾した美しいものであっただろう。これほど豪勢なものでなくとも、標語や頭文字などの刺繍は騎士たちに好んで行われていた。多くの標語は聖書などから取られたが、他の騎士と同じ標語を選んで、 争いの種になることも少なくなかった。ありがとうございます。